涙が流れて止まらない。明日がどこかもわからない。それでもいいさ、思い出だけは決して消えたりはしないから。二人は出会えたの？どうして二人は別れるの？いつかはきっとわかるのだろう。それを運命と呼ぶのだろう。宝物